泉清氏は日本の女優である。新時代表記、泉清子、本名、泉初子。サイレント映画の時代にバンプ女優として知られた。1909年12月21日、大阪府大阪市に生まれる。1924年4月、旧正小学校を卒業し、満15歳になった1925年、女優、つもりたまえのうちで死になり、 同年4月、帝国記念ン園芸、小坂撮影所に入社した。同年に公開された、仮金分7に主要な役柄に抜擢されて、出演、映画界にデビューした。1926年3月、同社のアシア撮影所に移籍するが、家庭の事情でやむを得ず退社し、カ家庭、ユニオンを経営していた。1928年、 牧野正造が主催する京都の牧野プロダクションに入社する。1929年7月25日、牧野正造が亡くなり、同年9月に発表された、長男の牧野正弘を中心とした新体制において、俳優部にその名が掲載されている。同社は、その後、経営が悪化し、1931年4月24日に公開された稽古歌、龍桜が、 同社の最終作品になったが、泉は同作にも出演している。同年、帝国キネマ演芸に復帰し、同社の渦政撮影所に所属、店舗入れ墨機団に出演。同作は、同年9月8日に公開されたが、同社がそれに先立つ同年8月28日に、新興キネマに改祖されたため、泉は、継続的に、新興キネマの撮影所に所属した。 1936年5月7日に公開された桃色舞ー伝に出演したのを最後に同社を退社、半時代的にサイレント映画を制作する極東映画に移籍した。1937年には京都に戻り、牧野東器製作所の跡地にできた今井映画製作所に入社するが、1938年4月21日に、 公開された、表生現場に出演したのを最後に同社を退社、二28歳で映画界を去る。中国大陸に渡り、北京市内で日本式のバーを経営するが、第二次世界大戦が終結し、財産をすべて失って引き上げる。大英京都撮影所が制作し、1947年6月10日に公開された、田之助くに出演したが、 それ以降の出演記録は見当たらない。その後は、議員の一角で料亭を経営していたが、1950年8月26日、死去する。満40歳没。クレジットは全て、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。 同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。すべて制作はそれぞれ特筆した。撮影書、配給は、帝国キネマ芸、すべてサイレント映画である。階段狐とたぬき出演時、満19歳。左は、別所マスすべて制作は、 マキのプロダクション五室撮影所、配給は、マキのプロダクション、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作、配給は、新興キネマ、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、新興キネマ、京都撮影所、配給は、新興キネマ、特筆以外はすべて東ー,ーである。すべて制作、配給は、極東映画、すべてサイレント映画である。 すべて制作は、今井映画製作所、配給は、東宝映画、すべてトーキーである。ありがとうございます。